アリオナ・ランスカヤ、またはアレーナ・ランスカヤは、ベラルーシの歌手である。2011年に、ビーツプスクスラブ・ヤンスキー・バザールに優勝した。2013年に、スウェーデンの丸目で開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2013の、ベラルーシ代表に選出される。麻痺療で生まれ育ち、麻痺療経済専門学校にて、金融実務を学び。 その後、マヒリョウベラルーシ・ロシア大学を卒業する。幼い頃より歌唱に関心を示し、多数の地方あるは、国内の音楽大会への参加を続ける。2005年に、ビーツェプスクで開催された、音楽祭、スラブヤンスキー・バザールの中で行われた、ベラルーシ全国放送の、ベラルーシの歌2005に参加して、応対、視聴者投票に基づき、銀の蓄音記賞を受賞した。 2008年にはが初めてのビデオクリップとなった。2008年にはブルガリアの音楽コンテストサランデフにて楽曲ドントライが表彰される。翌2009年にはロシアのヨーロッパカップ2009にて優勝。同年エブリバディゲットアップは10週にわたってラジオ局ユニスタルのチャートに入った。2010年にはバンドホワイトロシアとして発表した楽曲 2010年に若手歌手を対象とする国際的な音楽大会アトランティックブリーズ2010にてイフイズオー o k を歌って優勝同曲のビデオクリップも作成された2011年12月21日ユーロビジョンソングコンテスト2012のベラルーシ代表を選出するユーロフィスト2012の決勝に進出2012年2月14日に オールマイライフを大優勝を果たし、アゼルバイジャンのバクで開催される同大会のベラルーシ代表となることが決まった。しかし2月24日、プロデューサーが視聴者投票の結果を操作したとの噂に基づき、ベラルーシ大統領、アレクサンドル・ルカシェンコが直ちに調査を指示、ランスカヤの優勝は不当であると決定された。これによって、 ユーロビジョン2012のベラルーシ代表の座は、ユーロフィスト2012で2位であった、ライトサウンドのものとなった。2012年11月、前年は叶わなかった、ユーロビジョンソングコンテストへの参加を目指して、楽曲、リズムオブラブで再度、ユーロフィストに挑戦する。12月7日に決勝を迎えた、ユーロフィスト2013にて、視聴者票審査員票ともに最高得点を得て、 優勝を果たし、2013年にスウェーデンの丸目で開催されるユーロビジョンソングコンテスト2013のベラルーシ代表となることが決まった。ありがとうございます。